地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な、なんだあの変な敵は。
形が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。この通路は昔からあるみたいですけど。報告、強固なプロテクト、アクセス不可能。報告、強固なプロテクト、アクセス不可能。生命体たちの残骸が。でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。この場所はデータベースに該当する情報はありませんね。これは死体？トゥビー、あれ破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。
前たちは。トゥビー乱暴だな。ゆっくり話を聞いてもらいたい。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造主もそれを凌駕する。大して時間は必要としなかった。自分たちの創造主を倒すなんていいんだよ。こんな奴ら植物のように単純でくだらない構造の生き物だ。価値のある、私たちが興味ある月にいる人類。人類？そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると同じ種族で大量に殺し合った、愛し合った。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその神秘に迫りたい。だからその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思って。手伝う？そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴くのだ。こんな素敵なこと他にもない。そんなことやらせるわけないだろ。トゥービー、こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけだ。滅ぼすしかない。君たちここにいる退屈宇宙人。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。またこの道を戻るんですか。めんどくさいですね。文句言わない、ナインエス。はーい。トゥービーさん、こちらオペレーターのシックスオーです。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ、地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。マップに1データをポイントしますね。やあ、元気？あなたは？君たちのところの司令官に言われたんで、新しくアクセスポイントを作っておいたよ。転送装置も動かせるようにしておいたから。あ、ありがとうございます。司令官は昔馴染みなんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置？でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。
お父さんを殺しました。お母さんを殺しました。お父さんを殺しました。お母さんを殺しました。その手には成長の喜びと一人になった孤独が冷たく握られていました。以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え、あの怪しい感じの機械生命体ですか？月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだしちょっと休んでいきません？トゥビー、気が向いたらね。
ああ、ナイエスさんとトゥービーさん、先日の機械生命体の妄想は大変でしたね。いくつかあなたに聞きたいことがある。はい、私に回答できることでしたら何なりと。パスカル。はい、何でしょう。この村以外にネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫がそうでしたね。歌姫？あれが？あとは森の国にもいるのですが。森の国？ええ、この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで我々が近づくこともできません。場所は？廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。トゥービー。何？いつになったらナインズって呼んでくれるんですか？ナインエスで十分伝わる。まあそうなんですけど。でも仕事って大変ですよね。作戦に好き嫌いはない、ナインエス。あなたは感情を出しすぎ、私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはず。そうは言っても個体差があるから仕方ない気がします。
ここがパスカルの言ってた商業施設の廃墟みたいですね。記録によるとデパートという場所だったみたいです。通れないな。何か仕掛けがあるんでしょうか。僕らも人間だったらこんな場所で楽しく買い物をしていたんですかね。家庭の話は無意味真面目だな、トゥービーは。警告、直上に機械生命体反応多数。森の森の王って。気を抜かないで、ナイネス。そんなこと言ったって僕はスキャナーモデルだから戦闘はあんまり得意じゃないんですよ。あいつ逃げてばかりですね。爆発するぞ。あ、ここはなんだこれ。あなた方は。怪しいから壊そう、トゥビー。ちょっと待って。破壊する。ダメ。何なんでしょうあれ。この先が森のある地域みたいですね。
来ましたね、トゥービー。油断しないでください。それはこっちのセリフ、気をつけて、ナニエス。はい。ここの機械生命体は王国とか王様って言ってましたね。奥の方に城らしき建造物が見えましたし、ちょっと行って調べてみましょうか。トゥービー、機械生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。
あのお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。なんだここ。
Thank you.
Thank you.
で試合終了です。
やらず。Thank you.